大川周明十12月6日から1957年12月24日は日本の思想家。1918年、東亜経済調査局満鉄調査部に勤務し、1920年、拓殖大学教授を兼任する。1926年、特許植民会社制度研究で法学博士の学位を受け、1938年、 厚生大学教授大陸部部長となる。その思想は近代日本の西洋化に対決し、精神面では日本主義、内政面では社会主義もしくは統制経済、外交面ではアジア主義を衝動した。東京裁判においては唯一民間人として永久戦犯の容疑で起訴された。しかし梅毒による精神障害と診断され、卒追免除となった。 なお、晩年は、クルアー安全文を翻訳するなど、イスラーム研究で優秀な実績を残した。山形県酒田市出身。祖先は、代々、大川州県を襲名してきた医師の家系である。省内中学、第五高等学校を卒業し、東京帝国大学文科大学卒。省内中学時代は、省内藩の呪者、角田俊自宅に下宿し、この時に、 感覚の素養を身につけた。また、南州大井君を何度も読み、明治政府に批判する西郷の精神を学ぶ。五高時代には、国の事件で、自ら戦闘に立ち活躍した。大学時代は、先見個性を試作する中でどんざん、応能し、救いをキリストに求めた。キリスト教系の信仰宗教団体、同会に加入。大正2年、同会創立者。 松村解跡に依頼され、歴代天皇の業績を表した、ーデンの出版を試みたが、実現しなかった。やがて、キリスト教会の物質を変形する道徳の虚偽に、生き通り、社会制度の根本的改造を必要とし、マルクスを仰いで我氏とした。さらに、プラトンの国家理想を知り、キリストもマルクスも、もはや我氏にずと思った。エマソン、ダンテ。 ヘーゲル等々西洋古典哲学の遍歴から、インド哲学に回帰没頭した。英語、フランス語、ドイツ語、サンスクリットの格言語に通行し、中国語、ギリシャ語、アラビア語でもこれを目指した。大川周明大学卒業後、インドの独立運動を支援。ラース・ビハーリー・ボースやヘーラム・バグプタを一時期自宅に、かくまうなど、インド独立運動に関わり、 インドにおける国民的運動の現状及びその由来を執筆。日本が日英同盟を重視してイギリス側に立つことを批判し、インドの現状を日本人に伝えるべく尽力した。1918年には南満州鉄道に入社する。これは初代満鉄総裁の後藤新平に植民地インドに関する研究論文が評価されたことによる。後 満鉄島は経済調査局の編集課長を務める。また、イスラム教に関心を示すなど、アジア主義の立場に立ち、研究や人的交流、人材育成に努め、また、アジアの各地域における独立運動や欧米列強の動向に関して、復興アジアの諸問題で、欧米からのアジアの解放とともに、日本改造を訴えたり、アブドゥルアジーズイ・ブンサウド、ケマルアタチュルク、 レザーアッパフラビーラの表伝集であるアジア建設者を執筆したルドルフ・シュタイナーの社会参謀家論を日本に紹介もしている。また、学生時代に参謀本部でドイツ語の翻訳をしており、宇垣一世、荒木貞だを、杉山本、立川三次、東条秀樹、長田哲山、岡村安次らと知器があった。一方、日本精神復興を唱えて佐藤信弘 源、頼朝、上杉謙信、横井正男らの表伝をまとめ、日本精神研究を執筆。日本史を外観する書物として、日本2600年史を表す。同書は、大ベストセラーとなるが、当時続徒と,とみなされていた、北条義時、北条康時、足利高氏、忠義兄弟を称賛するなどの内容があったため、批判され、改定を余儀なくされる。対 昭和期に北一騎、三川亀太郎らと進行があり、特に北一騎とは上海で二日間語り合い、北が計画している日本改造の原稿を託される。その際、北が君も命を狙われているだろうからと仕込みありを送られたという逸話がある。日本で普通選挙運動が盛んだった頃、日本改造を実践する結社なおあり者や行事者、人務会を結成。 貴族院議員の徳川義近公爵と信仰が深く、徳川から金銭的援助を受けており、徳川は大川やその他日本改造主義者たちの経済的パトロンであった。3月事件、10月事件、決命団事件などほとんどの昭和維新に関与し、5.15事件でも禁錮5年の有罪判決を受けて服役。満州事変に際しては、出稿者の一人、 つ田垣清き郎と親しく、笠木義明が結成した、太友邦会が、竜城古事件や自治指導部などで関わった、満州国の建国を支持して、在満法人と満州人民を政治的応募から救うという視点から、新国家が成立し、その国家と日本との間に、国防同盟並びに、経済同盟が結ばれることによって、国家は、満州を救うとともに、日本を救い、 かつ、シナをも救うことによって、東洋平和の実現に、甚大なる貢献をなすであろうと主張した。北首南進を主張していたが、それはあくまでも、日中連携を、不可欠のものとしており、日中間の戦争を望むものではなかった。日中戦争が、勃発時大川は国中にあった。太平洋戦争については、最後の瞬間まで、この戦争を望まず、 1940年に日本がもっと準備を整える時まで戦争を引き延ばそうと努力したと記述がある通り、平春道と共に日米戦回避のため海戦前夜まで奔走した。また、戦時中は大東亜省の大東亜共同宣言の作成にも携わった。東条の頭を叩き、両肩を抑えられる王川特徴する。 当上戦後、民間人としては唯一永久戦犯の容疑で起訴された。1946年3月21日に極東軍事裁判被告人選定委員会に提出された報告書によると、訴追の理由として先導的な書物を出版し、公園で変革を訴え、超国家主義的右翼団体を結成、陸軍が合法的独立国家の中国から満州を、 ダッシュできるように満州事変の陰謀を巡らした計画が挙げられている。東京裁判には大川は水色のパジャマを着用し、素足に下駄を履いて出廷した。改定後、パジャマを脱ぎ始めたり、休廷中に前に座っている、東条秀樹の頭を後ろから音がするほどの力で叩いたり、インダーコメンジー、または、イッツアコメディー、アイ。 アイシンクなどと尻滅裂な言動を行ったため、法廷内で失笑を誘った。15分間の休廷中、オーストラリアのウェップ裁判長は大川を精神異常と判断し、1947年4月9日、彼を正式に裁判から除外した。大川は、米軍病院に入院させられ、主治医の内村博之により、梅毒による精神障害と診断された。 マラリア療法による治療を受けた後症状は改善し、本人も裁判を受けることを主張したが、裁判所側が裁判能力を回復しているとする、米国側ではなく、裁判を受けられるまでには回復していないとする、内村の鑑定所見を採用したため、裁判には戻されず、松沢病院での入院が続いた。入院中、以前より念願であった、クルア安全文の翻訳を完成する。 なお、東京裁判終了後間もなく退院。東京裁判で起訴された被告人の中では、裁判終了時に存命していて有罪にならなかった唯一の人物となった。この間、公職追放となる。その後は、神奈川県愛好群中津村の自宅で過ごし、水穂の国を築くための農村復興運動に取り組んだ。大川の母名は、歴史学者、平泉清の記号。 大川の墓、ありがとうございます。